どうも、こんにちは、なっちでございます。メイメイトータス交換しました。とりあえずリントプルム降臨を片方ベロワキティで、ゲルググでちまちまやってましたけど、一応ね、全部落ちましたね。10週連続落ちたんで、そんなにめんどくさくはなかったですが、ジャミラスとかでね、めっちゃスキップする編成もあるみたいで、その辺が使えないのがね、結構しんどいっすね。武器めっちゃ強いですからね、これ。カリンドラゴンとかにつけるといいらしいですね。はい。というわけで以上、なっちでございました。なわけないね。でもさ、リーダースキル絶対弱いんだよ、これ。コンボ加算も追い打ちもねえもん。倍率はすごいと思うんだけど、どんどん上がっていくんで、コンボ数が悲惨なことになりそうです。さあ、というわけで頑張っていきましょう。いつものここなんですけどね。ここ何がいいかっていうとね、そこそこの難易度があって、試運転感が出る上に、やっぱボスがね、貴族性なんでね。こちらにもメリットがあると。やればやるほど。頑張っていきましょう。3色が流行ってるってことでね、ロイドを相方に持ってきましたが、76にしないとさすがに、やべえということで、こうするしかなかった。で、ヘイスト。なんかさ、ボイスベリオロスみたいじゃない？ハンターには伝わってくれ。アイスボーンの中ベリオロス感があった。ライズもそうかな。威嚇からのヘイスト。で、ロイドが溜まる。俺を欺けると思う。溜める。何ドロップでいこうかな。光も水も中途半端ですね。良くないですね。なるべくね、10字とか T 字があるんで組んでやりたいんだけど、そんな余裕はなくて。操作時間にもそんな余裕がなくて。ほら、コンボ加算がないから10いかないんだ。自力で。まずくね？でも火力やばいんだ。強いね。長寿力関係ないっすね。今のパズルで完走してんのは熱いよ。もはや10字とか T 字はいらんか？いや、まずいな。ここね、九州無効なんでね、まだ使えないんですよね。つまり、ここはうまいこと、倒せないとまずいと。なんか奇跡の調整ができることを信じます。闇と火は5個で組みません。こんなもんじゃね？あ、素晴らしい。いい感じに入りましたね。これも全力でいいと思う。あとは全力で殴っちゃえば、副属性とかで真ん中はね、うまいこと減って、ハッピーエンドではなかろうかと。ちょっと弱すぎたね。で、病院に怯えてさ、ちょっと後半甘えちゃうんすよ。かといってさ、パズパスバッチで来る勇気はなかったんだよね。HP 補正がない。てか、回復力低ない？なんか耐えちゃったけど。回復力がひどい。四つ消し推奨か？体力補正がないから、そもそも回復力ってそんな気にならないんじゃないかって思ったんですけど。いや、ひどいな。一応4つあるよね。四つ消ししろってこと？回復は。どっちかは全パラ補正欲しいっすね、これ。激減では辛そうだ。軽減ループ始まっちゃうと、これがな。亀ちゃん使いにくくなるよな。どうしような。自分で軽減ループを破壊することになってしまうので、困り申した。あれ、そうか、マトゥルがいるから回復の L 字も意味がある。もはや全ての L 字や十字に意味があると言ってもいい。で、次殴ってくるよね。確か。そう。次、諸葛亮が殴ってくるんで、マトゥルは使わないといけなくて。いっか。裏が溜まってもいいしね。ポリゴングラフィック溜まっても全然いいんで。マトゥル使って。同業して。本当はね、次の先生を、このメイメイトータスで受けようかなと思ったんですけど、こいつが毒作るせいで一旦消化されたことになって消えちゃうんですよ、軽減が。軽減っていうか何 ?80% 軽減。80% 軽減って何なの ?80% 減らすではダメだったのか。かなり軽減とかあるじゃん、このゲーム。日本語としてなんかおかしいよね。おかしくないのかな、僕がおかしいと思ってるだけなのかな。だってこいつの、だってメイメイトータスのリーダースキルは激減なんですよ。激って言っといて 75% 減なの。だけど 80% 軽減という単語も存在するの。なんか倍率全部書いてほしいよね。半減はいいとして。まずそう。6万まずくない ?6 万でさ、こいつ受けれる気がしないんだけど、強そうな気がするんだけど、危なっありがとう。何かに感謝しておくよ。なるべくもう回復を5個で消すんだったら回復 L 字組んで少しでもダメージを減らす。できれば4つ消し、推奨。そうだわ、ポリゴングラフィックが溜まるとかさ、言ってたけどさ、ここ、リセットされるんでしたね。いやでもそもそも虚無を食らったことによって、意味が出たとも取れる。ちょっとやだよ、このフロア。ちょっとってか結構やだよ。この先が結構やだよ。暗闇はマトゥルが弾いてくれる。被害があるんで、そう、3色消せば軽減できるよねって言って、気をつけないといけないのがヒドロップはないので、ヒドロップってか火属性はないので、そこは注意っすね。ただここ耐えてもさ、アシストが返ってくるだけで、あんまり状況良くならんのよな。次溜まるからここか？ 5 個だわ。使います。ベリオロスっぽいやついきます。ちょっと低すぎるかな、ベリオロスにしては。ベリオロス感がすごいんだけど、僕の記憶の中では。どう？うわ、めんどくさくないこれ。右がなんかね、めんどくさかった気がするんだ。そんなことはなかった。1体残ったらめんどくさいのかな。まあ、最大限稼がせていただいてっていうのは嘘で、めっちゃ苦戦して、単純に突破が難しかったっていう。これはまあ、パール使うでしょ。で、このまんま行ってもいいんだけど、耐えれるかが不安なんで、メイメイを使ってもいい。でもさすがにこの盤面を生かしたい。だってどうせメイメイ使っても倒せないから。おっと？ L 字が降ってきて、突破していく。そしてルーレット消える。素晴らしい流れ。待って、まずくない？え、こいつってあれだっけ？コンボ吸収はしないんだっけ？コンボ減少するんだっけ？減だったよね。じゃあ、相性はむしろいい。いや、彼はきっとコンボ減少をして、ほら、俺が突破できないだろ、積んだだろっていう作戦なんでしょうけど、我々に花からそんなものはない。まあ、こいつそもそも固定ダメージがあったらね、突破できるんですけどね、なんで十字組まなかったんでしょうか。あれ？なんか全然火力出なかったよ。ここで負けんのめっちゃめんどくさい。めっちゃめんどくさいよ。なんか変なさ、ルーレットしてきたドラゴンたちに何ターンかけたと思ってんの？なんで急にお前らやる気失った？さっきまで乾燥しまくっとったやん。プレイヤーのやる気も失っちゃうから、ちょっと。いや、強くねえことは分かったけどさ、このパーティーが。そんな強くないんだろうなって思いながらやってたけどさ。理由が分からん。何があったさっき。まあ、もう一回頑張りますか。まあ当たり前なんですけど、5個消しが何個できるかによって、まあ、倍率が変わるわけですよ。単純に少なかったんでしょうね。多分ね。そう信じたい。さあ、殴っていきます。急に横に変えるやつ。まあこれは文句ないでしょう。で、若干降ってくるんでちょっと TG 生かしていきたい。ただ木がない。闇はあるけど未だに生かしたことないんじゃないかな。この弱化に対して TG をぶち込んでやるっていうね。まあそれ以前の問題が発生するんですけど、はい、縮まって広がります。終わりにはなりませんが木が出てきましたね。そのパターンもあるのか。ちょっとでもこれ難しいよ。いかんせんね、狙った色を T 字で組むほど時間がないんでね、操作時間が。申し訳ないが木が組めたらラッキー程度にいきます。待って、そもそも無効貫通してなくない？愚かなり。この男愚かなり。ちょっと減った。スキルターン減らずロック使っとこうか。倒せる保証がないんだよね。これを使ったとこで失敗するかもしれない。可能性としてはあり得るわけですよ。まあそんな若干もないんでいっか。無視無視。そもそもドロップが全然ないじゃんこれ。倍率がひどいひどい。ダメじゃない？ OKOK。 なんか溜まっちゃった。威嚇溜まっちゃった。ポリゴングラフィック溜まっちゃった。ポリゴングラフィック溜まる分にはもうボスで使いたいからね。威嚇っている？この先いなさそうだよね。円派として使うか。いや、メイメイはね、回復として普通に優秀なんでね。もはやメイメイは人ではないと。全回復するスキルと。我々としてはそう考えているわけですが。これ無効感ないから、ダメで、溜まって、いや、もうしょぼいぞ、なんか盤面。ルーレッちゃん。ルーレッちゃんはもう、無視。花からこのターン倒す気なかったけどっていう感じを落ち込んで、それ来るんだったら使った。でも結果論である。結果論であるよ。ここで決めよう。いい加減ね。火がありませんように。大丈夫大丈夫だった。本当に倒せるよね。よし。ここ耐練とかそんなくだらんことはないよね。さすがに。そんなくだら、なんか無効貫通要求されてる気がしますが、まずいですが、全然耐えれますね。操作時間は伸びないのね。ここ伸びるか、操作時間。素晴らしい。パールさん素晴らしい。ぶっ刺さっております。ここ一発で決めないと無効貫通を要求されるんで、一発で決めておきたいところもこれ使っちゃう。威嚇が入りました。刺さるやついました。これ貯めるべき。これ貯めるべきなんか。そんな貯めるようなスキルもないよね。でも一旦ぐらいせっかくなら稼いどく。弱化だけまあ消しといて。弱化消しただけでも、でかくはあるか？そうか、お前は刺さったのか、威嚇が。倒せましたね、結果ね。もうやめてくれよ、5ターンとかさ、T 字を生かしてみようみたいな、そういうのいらないから。そういうのいいっすわ。そういうのいいっすわ、おっさん。もうそういうのいいっすわ、おっさん。絶対突破でき、いや、でもこういう時に限ってね、落ち込みは来るもんですから、使ってみようぜ。いつもそうなんですよ。なら使ったよっていうことがよくあるんでね。今日の動画でも数回あったよね。見したれこの野郎。なんか上そもそも5個消しじゃなかったけど。ほら来た。ほら来た。火が6個に見えたのは我々の幻覚ということにしておきましょう。てか危ね。一旦で突破できてなかったらまずかったやん、ここ。かなりまずかったやん。忙しいや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 。水ね。よいしょ。なんとかボスまで来れたか。まあもう十分だろなんかね、道中で負けたらしょうもねえなみたいな感じになるけどさ、動画としてもさ、ここまで来れたらまあまあまあよくやったよ。よくやったけど、できればこれボスで使いたいから、ここは気合で、気合とこの感情を表に出すので頑張っていきたいですね。でもなんだかんだこいつ減るんすよね、いつもそうなんですけど。いやー、これはでもちょっとやりすぎ感があるね。もう一個僕消しを減らしてもよかったかも。あ、全然いけるやん。さあここで向こう、あ、そっか、ここでやんないとどうせ殺されるか。盤面は悪くない気がします。悪くない方だと思う。あー、でも回復もう一個欲しかったですね。あれ、待って待って待って、上なんか4つ消し、上なぜか4つ消し、5個消ししてない。これは無理なのでは。いや、これ5個消ししとったとて、なんか怪しくない？ライン的に。はい、ということで最後は僕のミスだったんですけど、まあ、多分ね、いらない。使っててなんか僕の中で結論は出ていた。多分これ本体はいらない。武器はね、強え強え言われてるんで、僕が使いこなすことがあるかわかんないですけど、武器は皆さん交換しておきましょう。一応。一応とか普通に。本体使えるんかな？サブだよね、あるとしたら。サブでもさ、なんか、重いし、スキルターン。80% 軽減できるけど。で、この色でしょ。だからその完全な多色とかでは使えない。木、光、闇をメインに使っていく3色パーティーとか4色パーティーぐらいじゃないと、って感じですよね。陣もなんか色が限られちゃってるんで、本当に、ここっていうところしか使いどころがない感じだと思います。汎用性があるキャラクターではないよね。悲しいことに。なぜ貴族性こんな尖ってんの？本当にさ、メタルスピカといいさ、レイランバードとかみたいにさ、お、つえーって、パッと見てつえーってキャラくれよ。頼むて。というわけで以上、ナッツでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。